こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。歴代スパロボ最もゴッドガンダムが活躍した作品ランキングトップ10。俺のこの手が真っ赤に燃えるんだぜ。東方つながりだからワンチャンあるわね。そもそも G ガンダムってスパロボにはいつから参戦しているんだっけ？第二次スーパーロボット対戦 G からよ。それはかなりの誤算だな。その割に参戦していない作品も結構あるよな。メインシリーズでも結構あるわね。出てる作品は一部を除いて大体強いイメージがあるぜ。世間で言われてるほど弱い作品ってないと思うけど、強い作品では短期で無双できるぐらい強いわね。全体的に強期待ってわけだな。バランスが絶妙だとも思うわね。今回はそんなゴッドガンダムが活躍したスパロボを独断と偏見でピックアップして、ランキング形式で紹介するわ。今回もすごく楽しみだぜ。それではゆっくりしていってね。それじゃあ10位はスーパーロボット対戦インパクトよ。歴代最弱じゃないのか？それはスパロボ J だわ。言うほど弱くないだろ？弱くはないけど作品内で見たら下から数えた方が早いからパッとしないのよ。シャックル同盟剣が結構使えたよな。そうね。作中屈指のコスパ最強合体攻撃だったわ。それに何よりめちゃめちゃ気合の入った戦闘演出が最高だったわ。携帯スパロボなのにアニメの作り込みがすごかったぜ。ドット絵の演出で言えばスパロボ史上でもトップね。インパクトのゴッドはなかなかの弱さだったよな。残念なことにそうだったわね。せっかく久々にメイン級のスパロボに参戦したのにがっかりしたぜ。本作では原点であるコンパクトのリメイクに際し、満を持して追加参戦した G ガンダム勢だけど、ゴッドガンダムは第1部最終話で初登場したのよね。この作品から武器改造が一括化したから色々な武器が使えて楽しみだったんだけどな。蓋を開けたらあの性能だったからね。フル改造をシャイニングと比べたら火力で劣ってたぜ。そのくせ燃費も良くなかったわ。とはいえ良い点も言っておくとノーベルガンダムやマスターガンダムとの合体攻撃の火力が高いから合体攻撃を主軸とした運用をするなら有用かしらね。分身で避ける機体だからなんだかんだ使い勝手もいいもんな。本作は撃破された時の修理費用がめちゃくちゃ痛いから生存力が高い機体は重宝するのよね。制作側もそれを意図しているのか本気には専用の回避モーションを用意していたわ。腕組みして避けるのが最高にエモかったぜ。それじゃあ9位は第2次スーパーロボット対戦 G よ。初参戦した作品だぜ。しかもなぜかノーマルモードは登場せず常にハイパーモードなのよね。設定的にもちょっと変わっていたよな。作中の設定では本機は、アルティメットガンダムと同時期に開発された機体という扱いだったわ。どれとは言わないが東方不敗先生が謎の宇宙人って作品と比べたらまだマシだな。私はあれぐらい尖ってたスパロボが好きよ。もうあんな時代は来ないんだぜ。本作のゴッドガンダムは性能はどんな感じだったっけ？本機は終盤にシャイニングガンダムと交換で使えるようになるんだけど、そのシャイニングと比べて火力がかなり増しているものの、なぜか装甲が薄くなっていて、無傷火武器の消滅など使い勝手が落ちてしまっているのよね。確かゴッドフィンガーの必要気力も高かったもんな。そのゴッドフィンガーよりもゴッドスラッシュの方が、威力が高いのは有名な話よね。今でもネタにされているぜ。あと赤破天強剣が隠し要素なのも斬新な設定だったな。そのおかげでめちゃめちゃ強かったわ。気力を最大にして熱血をかけて撃つと、あのバルシオンを一撃で撃破することができたわね。ワンパンだったぜ。それじゃあ8位はスーパーロボット対戦ネオよ。初登場から正式加入まで結構間があったよな。そうね。初登場は6話からだけど使えるのは中盤からよ。それと本作のゴッドガンダムは、作品に登場する唯一の自分ガンダムでもあるのよね。スパロボでそれは珍しいな。珍しいどころか唯一無二よ。そのおかげか短期としての性能はかなり高い機体となっていて、通常時は若干控えめではあるものの、ハイパーモード時は飛行が可能になったり武装が追加されたりと、使い勝手と火力が大幅に上昇するのよね。高い火力に加えて押し出しの追加ダメージも優秀だったな。その上消費 EN の少ない、ゴッドスラッシュ台風の使い勝手がめちゃめちゃいいのが印象的だったわね。あとドモンが熱血のレベル3を習得するのが早いから、アタッカーとしては申し分ないしボスキラーとしても優秀だったわよ。そういえばネオの精神コマンドはレベル制だったもんな。精神コマンドだけじゃなくて、他にもシステム面で今までのスパロボとかなり違って独特な作品だったわ。決して難しくはないんだが慣れるまで大変だったぜ。あと参戦作品が独特なのも魅力よね。完全にアラフォーホイホイだったよな。そうね。しかも 3D 出しがちでいいから買っちゃうレベルだったわ。そんな作品にガンダムで唯一出てるのがゴッドガンダムなのがいいチョイスだぜ。それじゃあ7位はスーパーロボット対戦64よ。
64はかなり強かった覚えがあるけどこの順位なのか？今回はそうね。でも人によっては64が一番ってプレイヤーもいるだろうけどね。簡単に火力出るって意味では一番だったと思うんだけどな。ドモンの技量が高いから攻撃は大体クリティカルだったわ。最初から最後まで高火力を出すエースだったぜ。ラスボスがワンパンだからね。機体性能に関しても高い HP と運動性で安心感の高い機体だし、明鏡止水発動前は武器の改造ができるのも良かったわね。ラインナップは地味だけどな。まあ命中補正の高いゴッドスラッシュか、切り払い不可のゴッドスラッシュ台風を改造しておけば十分よ。どちらも使い勝手のいい武器だったぜ。明鏡止水発動後のゴッドガンダムに関しては、ドモンのレベルに連動して攻撃力が上がる仕様で、改造ができないのが特徴よ。この攻撃力の使用を嫌うプレイヤーもいるんだよな。難しく考えないでガンガン使ってれば攻撃力は上がるんだけどね。この仕様のゴッドガンダムが懐かしいぜ。あと性能は関係ないけど64は本気が初登場するシナリオが面白かったわね。確か新シャックル同盟の5人で初期配置の敵を倒さなきゃいけなかったよな。そうなのよ。だからドモンやジーガン勢を育てていないと若干積むわ。まあ普通に難関シナリオだったぜ。それで敵を全滅させると原作と同じようなゴッドへの乗り換えイベントが発生して、マスターアジアとの一騎打ちが始まるのよね。いいシナリオだったよな。やっぱ64の G ガンダムは気合が入ってるぜ。それじゃあ6位はスーパーロボット対戦っていうよ。立ち絵の細身シルエットがめちゃめちゃかっこよかったな。違和感を感じる人もいるみたいだけど私も好きだわ。あと主題歌のアレンジも良かったわね。最高だぜ。けどなんといっても本作はシャックル同盟剣の再現度の高さが印象的だったわよ。ほぼアニメで賛否両論あるがあれは感動したんだぜ。そんな本作のゴッドガンダムだけど、ゲームを開始してすぐに使えるのが特徴だわ。何話から使えるんだっけ？ 3 話からよ。他のシリーズなら大体まだシャイニングの時期だな。一部例外はあるけどね。機体性能に関してはガンダム系全体で言えば高い方で、装甲はまあまあ高い方で HP はスーパー系ぐらいあって、運動性はニューガンダムより高いほどなのよ。かなり優遇されているよな。それと今までのシリーズと比べて全体的に射程が改善されているのがポイントだわ。しかもマシンキャノンが格闘武器になってて使い勝手も上がってたぜ。変わらない点で言えば、ハイパーモードが発動しないとゴッドフィンガー以上の武器が使えないわね。いつも通りだな。発動しちゃえばもう本作屈指のボスキラーとして大いに活躍するわよ。火力出たもんな。注意したいのは運動性が高いとはいえ回避性能は従来以下なことだわ。ドモンが集中持ってない時点で厳しいんだぜ。それなのに特殊能力からゴッドシャドウがオミットされてたり、そのドモンの回避も伸びにくいから、避けることに関して今までみたいに期待していると痛い目に遭うわね。まあゴッドシャドウは本来分身技能でも何でもないもんな。それじゃあ5位はスーパーロボット対戦あるよ。この作品は何話から使えたっけ？25話の途中から加入するわ。今作のゴッドはどんな感じだったっけ？これまであったソロの超級覇王伝 A 弾が使えなくなっているものの、機体性能と武器ラインナップのおかげで使い勝手は落ちずに済んでいて、相変わらず火力の高い機体となっているわよ。空も飛べて便利だよな。まあ空の適応は B だけどね。そこだけもったいないな。とはいえそれでも作中でトップ5に入る最強ユニットだわ。マスターガンダムと比べた場合はどうなんだ？若干あちらの方が上だけど、豊富な合体攻撃を考えると同時に運用してこそ進化を発揮するから、そこの格付けはあまり意味がないかしらね。指定が揃って最強格として活躍するのはファンからしたらたまらないんだぜ。それがスパロボ R の魅力でもあるわ。今作の東方先生も結構すごかったよな。すごくない時がないけど今作では東方腐敗が DG 細胞でゾンビ化して蘇って、デビルガンダムの生体ユニットになるって設定だったわよ。東方先生がそんなものに負けるわけがないんだぜ。そうね。最終的にゲッター戦がワビを入れてるわ。それも宇宙最強だよな。あとゴッドもマスターも不運再起との合体ができたと思うけど、どちらと組ませた方がいいんだ？どちらかというと射程に難があるゴッドガンダムかしらね。移動力でカバーできるし無消費の武器もあるから EN 管理が楽になるわよ。バックキックだよな。あれにはめちゃめちゃお世話になったぜ。それじゃあ4位はスーパーロボット対戦 MX よ。MX は戦闘で右下に表示されるドモンの顔が結構怖いんだよな。そうね。あの顔で気合い入れてバルカンって叫ぶのが今でも忘れられないわ。戦闘演出も気合い入ってたよな。G ガンダムの演出で言えば、本作かインパクトが最高ってプレイヤーが多いわね。性能もかなり良かったよな。火力面に関しては申し分ないけど HP と装甲が、これまでと違ってリアル系と同じぐらいに調整されちゃったから。同じ感覚で無策で突っ込ませると簡単に落ちるからそこだけ注意が必要よ。
不屈と分身があるから意外と大丈夫だったぜ。あと射程が長くて無消費のゴッドスラッシュの使い勝手が最高にいいのに、気力が上がってハイパーモードを発動させると、使えなくなってしまうのが残念だわ。しかもハイパーモードって全部の武器が EN を消費するタイプになっちゃうんだよな。そうなのよ。だからいいセーブを取得させた方がいいわね。それとパイロットの面で言うと、今作のドモンは熱血を習得するのがかなり早いのが優秀なところで、序盤から高火力の攻撃をガンガン叩き込めるのも魅力よ。封印再起の合体と分離をうまく使って手数を増やしたりもしたよな。というか本作は封印再起にお世話になりっぱなしだわ。ゴッドガンダムの移動力の低さを解消してくれるし、空の適応も良くなるし、サポートに振ってある精神コマンドのラインナップもかなり有用で、めちゃめちゃ頼りになるのよね。それに加えて本作も強力な合体攻撃が様々あるんだよな。それね、単体でも十分以上に強力なゴッドガンダムだけど、合体攻撃を駆使することでさらに火力が爆上がりするわ。合体攻撃は強いだけじゃなくて戦闘演出も最高だよな。それじゃあ3位はスーパーロボット対戦 F 完結編よ。性能面で一番好きなスパロボだぜ。ゴッドも大活躍だったわ。本作ではシャイニングから改造を引き継いで中盤から使用可能になったわね。シャイニングは正直使えなかったな。そうだけどゴッドガンダムからが本領発揮よ。本作ではハイパーモードの武器の攻撃力がドモンのレベルとともに上昇するのが特徴だよな。そうね。普通にプレイしていてもそれなりにメリットがあるし、大変だけど注力して狙ってやるとその恩恵が尋常じゃないのよね。1ターン目に激励使って即ハイパーモードだったな。そうなってくると武器を改造する必要がないからコスパ最強だったわ。それと明鏡止水を発動した時のパラメータの上昇がヤバかったわね。特に反応プラス10がヤバかったな。ええ、そのおかげで早ければ中盤には2回行動が可能になるわ。 F 完結編は他に強い機体がゴロゴロいるけど、ゴッドガンダムはそれらと比べても全然見劣りしないんだぜ。先ほどの64と同じでハイパーモードの仕様が好きじゃないって人もいるけど、機体もパイロットも基本性能が高い上に分身を持っているから生存能力も高くて、さらには威力の高いマップ兵器まで持っているから、突っ込ませて削って反撃で削ってマップ兵器で雑魚殲滅と、まさに縦横無尽に暴れ回ることが可能よ。あとドモンの元の能力値も高かったよな。格闘も技量も高いから工夫しなくても普通に全部高い威力が出るのに、それでもって明鏡止水で全部プラス10なんだからとんでもないわよね。これで魂か幸運持ってたらもっとヤバかったぜ。それじゃあ2位はスーパーロボット対戦エイボータブルよ。シンプルに全部最高だったよな。正直1位と激しく迷ったわ。もう1位が何かわかるからその気持ちもわかるんだぜ。でもスパロボ AP はスパロボ A のリメイクなのにだいぶ様変わりしたよな。そうね。スーパーロボット対戦 A は基本的に64のゴッドガンダムと同様で、格闘とゴッドフィールドダッシュが空の敵にも届くようになっているから、封印再起がいなくてもそれなりに戦えるのが特徴ね。射程が短いという欠点まで同じだったな。性能はいいからそこが目立つわ。とはいえ参戦が早いのに最後まで主力として使える攻撃力があって、さらには強力なマップ兵器を持っているから作中でもトップクラスに強い機体だったわね。改造に関してはスパロボ AP は武器改造が一括改造仕様になったよな。そうなのよ。こちらはインパクトと同様ね。ちなみに満を持してワクワクしながらフル改造したところで、フル改造ボーナスは全部層の切り払い無効化という微妙なものだったわ。本作の必殺武器って切り払い無効だもんな。まあでもドモンのエースボーナスが、気力上限が200になるというそれなりに有用なものだから、総合的に見たら性能はしっかりと強化されているのよね。本作のゴッドに何か欠点ってあったっけ？格闘が空に届かない扱いだったり、地上ステージではフライトモジュールがないと、ハイパーモードが発動するまではまともに戦えなくないのが弱点ね。それぐらいなら対策できるからまあ問題ないよな。それじゃあ1位は新スーパーロボット対戦よ。裏剣肘打ち聖剣って言いながら蹴ったり東方先生が宇宙人だったりと、話題にこと書かないのが新スパだよな。とにかく全て最高だったわね。性能で言えば地上編で最も活躍したのは絶対にゴッドガンダムだろうし、ストーリーのイベント的にも地上編に間違いなく欠かせない存在で、機体もパイロットも高い能力で終始活躍してくれるわよ。途中で追加される赤破天狂剣の燃費が異常に悪いのが欠点だぜ。あとその赤破天狂剣が格闘じゃなくて射撃なのも痛いわね。魂かければどうしたって攻撃力が出るわ。そういえば珍しい武器も追加されたよな。ゴッドフィンガーのマップ兵器版ね。ああ、なかなかない武器だったぜ。それと本作のゴッドガンダムは、シャイニングガンダムから改造を引き継ぐから、序盤からガンガン改造できるのもメリットだわ。それは無駄がなくていいな。
それじゃあまとめると新スパの本気は、高い運動性と分身であるゴッドシャドウにスーパー系並みの装甲を持ち、シャイニングガンダムから改造を引き継ぎ、シリーズ屈指の武装数を誇り使い勝手も良くて、火力もわけわかんないぐらい高いってことね。パイロットはどうなんだ？今作のドモンもかなりいいわね。精神コマンドは加速と気合に魂があって、しかも驚くことにレベル35で2回行動が可能になるため、地上編最強のボスキラーとして間違いなく活躍するわ。今作のゴッドガンダムはもはや神話だぜ。さて、ここまで、最もゴッドガンダムが活躍した作品ランキングトップ10について解説してきたけど、どうだったかしら？東方が赤く燃えてたぜ。というか全作品に参戦していてもおかしくないよな。そうね。大人気だわ。かっこよすぎだぜ。今後も参戦してほしいわね。さてと、それじゃあ今回の動画に出てきた機体に関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。皆のスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。